ナンバーアンダーライン愛の翔くんが語る FNS 歌謡祭夏の感動と挑戦の裏話。ナンバーアンダーライン愛インタビュー完全版、FNS 歌謡祭夏の舞台裏と未来への意気込み。2024年7月4日の朝、目覚ましテレビのエンタメピックアップで放送された FNS 歌謡祭夏に出演したナンバーアンダーライン愛のインタビューは、多くの視聴者にとって待ちに待った瞬間でした。ファンの間ではすでに話題となっており、 インタビューを心待ちにしている声が SNS 上にあふれていました。翔くんをはじめとするメンバーたちがどのような感想を述べるのか、そしてこの夏に挑戦したいことについて語るのか、視聴者の期待は膨らんでいました。インタビューが始まると、n ダー l i n e i のメンバーたちは FNS 歌謡祭でのパフォーマンスについて振り返りました。ステージに立つ瞬間の緊張感や、 ファンの歓声に包まれた時の感動を共有する彼らの姿は、まさに真実の瞬間を捉えていました。翔くんは特に、ステージでの経験が自分たちの成長につながると語り、パフォーマンス後の達成感を強調しました。この感情は、多くの視聴者にとって共感を呼び起こし、自分自身の挑戦へのモチベーションを高めるきっかけとなったことでしょう。この夏、ナンバーアンダーライン愛は新たな挑戦に意欲を燃やしています。 メンバーたちはそれぞれ異なる目標を持ち、それを達成するために日々努力を続けています。また、彼らはファンとの交流を大切にしています。SNS を通じて日々の活動や思いを発信し、ファンとのコミュニケーションを積極的に図っています。翔くんは、ファンからの応援メッセージが自分たちにとって大きな励みになると述べ、感謝の気持ちを表明しました。このような双方向のコミュニケーションは、 ファンにとってもメンバーとの距離を縮める貴重な機会となっています。翔くんは、FNS 歌謡祭のステージは特別なものです。毎回、新しい挑戦と発見がありますと語り、続けて、今日は本当に最高のパフォーマンスができたと思いますと満足げに笑顔を見せました。他のメンバーも同様に、自分たちのパフォーマンスに自信を持っている様子がうかがえました。さらに、彼らは音楽活動だけでなく、 さまざまなメディアでの露出も増やしています。テレビやラジオの出演はもちろん、雑誌やウェブメディアでのインタビューも積極的に受けています。これにより、より多くの人々に自分たちの音楽を届けることができ、ファン層の拡大につながっています。特に最近では、海外のメディアにも注目されるようになり、国際的な活動への意欲も高まっています。ナンバーア,ンダーライ,ンアイのメンバーたちがインタビューで語った内容は、 単なるパフォーマンスの裏話にとどままりませんでした彼らは自身の経験や思いを真摯に語り、視聴者に対して深いメッセージを伝えました。それは、挑戦することの大切さや、努力の継続が成功につながる、という普遍的なテーマでした。視聴者は彼らの言葉に感動し、自分自身の人生においても同じように前向きに挑戦する気持ちを持つことができたのではないでしょうか。このインタビューが放送された直後、 SNS では多くの視聴者が感想を共有しました。特に印象的だったのは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがファンに対して感謝の気持ちを述べたシーンでした。彼らの言葉に励まされた、自分も頑張ろうと思ったなど、多くのポジティブなコメントが寄せられました。このような反応を見ると、ナンバーアンダーライン愛のメッセージが確実に視聴者の心に響いていることがわかります。また、 彼らのインタビューは若い世代にとっても大きな影響を与えました。特に翔くんの言葉は、同世代の若者たちにとって大きな励みとなったようです。彼が語った、夢を追い続けることの大切さや、困難に立ち向かう勇気は、多くの若者にとって共感できるテーマでした。そのため、インタビューを見た若者たちが、自分自身の夢に向かって前進する勇気を持つことができたのではないでしょうか。このように、 ナンバーアンダーラインアイのインタビューは多くの人々に感動と勇気を与えました。彼らの真摯な言葉と姿勢は、視聴者にとって大きな励みとなり、自分自身の人生においても前向きに挑戦する気持ちを持つきっかけとなったことでしょう。これからも彼らの活躍に期待し、さらなる成長を見守りたいと思います。さらに、今回のインタビューを通じて、 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの人間性がより深く理解できたのではないでしょうか。彼らの素直で誠実な姿勢は、ファンだけでなく多くの視聴者に愛されています。特に、彼らが自分たちの成功を支えてくれるファンに対して感謝の気持ちを忘れずに持ち続けていることは、非常に印象的でした。ファンとの強い絆が彼らの活動を支えていることは明らかであり、その絆が今後も彼らの成長に大きく寄与することでしょう。 インタビューの最後に、ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは今後の目標について語りました。彼らは新たな挑戦に向けて準備を進めており、その意欲はますます高まっています。新しい音楽の制作やライブパフォーマンス、さらには海外での活動など、彼らの夢は広がり続けています。ファンとしては、彼らの成長を見守りながら応援し続けることが楽しみであり、 彼らの夢が実現する瞬間を共に喜ぶことができることを心待ちにしています。このようにして、ナンバーアンダーライン愛のインタビューは多くの人々にとって忘れられない瞬間となりました。彼らの真摯な言葉と姿勢は、多くの視聴者に感動を与え、自分自身の挑戦に対するモチベーションを高めるきっかけとなりました。これからも彼らの活躍を期待し、彼らがどのような未来を切り開いていくのかを楽しみにしています。 ナンバーアンダーライン愛は近年注目を集めている若手アイドルグループです。彼らのエネルギッシュなパフォーマンスと独特のスタイルは多くのファンを魅了しています。FNS 歌謡祭夏ではその実力を余すところなく発揮し大きな話題となりました。インタビューは彼らが舞台から降りた直後に行われました。汗をかきながらも笑顔を絶やさない彼らの姿はプロフェッショナルそのものでした。 インタビュアーからは、パフォーマンスの感想や今後の目標について質問が飛びました。インタビュアーが、この夏、初めて挑戦したいことは何ですかと質問すると、メンバーたちはそれぞれの夢や目標について語り始めました。あるメンバーは、プールに入りたいと笑顔で答え、別のメンバーは、スイカに塩をかけて食べたいとほほ笑みました。これらの回答は、彼らがどれだけ親しみやすく、 ファンとの距離が近い存在であるかを物語っています。インタビューが放送される前から、SNS ではファンたちの期待と興奮があふれていました。録画しました。インタビュー楽しみにしています。といったコメントが多数寄せられ、彼らの人気の高さを実感しました。ファン一人。一人が彼らの成功を自分のことのように喜んでいる様子が伝わってきました。インタビューの中で特に印象的だったのは、 メンバーたちがファンに対する感謝の気持ちを率直に表現していたことです。彼らは、ファンの皆さんのおかげでここまで来ることができました、と口を揃えて言いました。その言葉には、彼らがどれだけファンを大切に思っているか、そしてその感謝の気持ちを忘れない姿勢が感じられました。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、今後も様々な挑戦を続けていくことでしょう。彼らの成長を見守りながら、 ファンとしてはその一歩一歩を共に歩んでいくことができることを楽しみにしています。彼らの未来には、まだまだ多くの可能性が広がっています。